日本人の合う色、ダークグレー、ダークブラウン、これを混ぜながらですねやります。まあ僕男性の人はこのもうグレーの方でいいと思いますね。グレーでやります。でまず山ですね。山の方から僕が普段描くのはこういうして、眉尻に向かってさっとねざっくりとイメージを作っていきます。それから今度逆に返して眉頭に向かって描いていきます。これで一瞬ね。でこちらもテンションをこういうふうにかけて、ちょっと行きたい方向に指でテンションをこうかけて皮膚を引っ張っておきます。それで行きたい方向に向かって眉尻をまず描き出していきます。眉尻を描き出したらブラシを逆に持って、逆というかこのねブラシの方向があるので、方向をこういうふうにして短い方を底辺にしながら入れていきます。わかりますね。もうこれでね、まあ、ざっくりとですけどイメージが湧いてきます。そしたら逆にこう眉頭に向けて描く、こっちも眉頭に向けて描く。これを皆さん眉頭から描くっていうね人結構多いと思うんですけど、そうするとね調整が取りにくくなるので、まあ、こんな感じでまず描いていきます。でこうやって左右を見ながら描いて、はい、チャコットの眉ペンを使います。こういうね、でこれも同じように眉山から眉尻のちょっと底辺のあたりを少し強調して描いてあげる。で底辺を描く、これ後でまたレクチャーしますけども、これちょっと意識するだけで立体的になりますんでね、眉がね。でこういう感じに入れていきます。はい、でこちらも同じで最初イメージしたパウダーの底辺をちょっと形取る感じ、そして前頭をなじませていくという感じですね。まあ、こんな感じでいいかな。だからもうペンは本当にこうちょっと長めに軽く持って、もうちょっとすらす感じね、あんまりこう鉛筆で描こうという感じじゃなくて、皮膚にさっさとこう接する感じでいいと思いますね。数字ね、はい、これを、眉頭に向かってこう立ててね描いたりするわけですよ。これは毛並みっぽく描く場合ね、こうやって毛並みっぽく眉頭を毛を立てるように毛があるように見せかける感じに描いたりね、まあ、こんな風にしていく感じです。はい、ということでちょっとまずは今実践をしましたけども、この後ちょっとレクチャーをできたらと思いまして、じゃあ、これでですねちょっと説明していきますね。今日はまあ本当に簡単なレクチャーになりますけど、これ結構大事で、眉を美眉を描く時のポイントとして、今目だけ描いてますけど、絵が下手なんでこんな状態で申し訳ないですけど、眉のね特徴というのをちょっと話していきます。眉の毛の生えている方向、特徴をですね、知ってる人はそれを意識してやってると思うんですけど、知らない人はちょっとこれから描いていきますね。眉頭はこういうふうにして下から上にこういうふうに立ち上がってるの、これ分かりますかね。ちょっと目立つように描いていきます。はい、そして少し斜めにこうなっていきますね。眉尻に向かっていくときに斜めになっていって、眉尻の方はこう山から下にこうやって生えていきますね。こんなちょっと荒削りで描きますね。で実はこれ今下から上に描いた毛はこういうふうになってるんだけど、眉頭の大体1センチぐらいから上から下にこういうふうに毛が生えてくる、上から下にこういうふうに重なっていきます。だからこれちょうど眉山とかのあたりがこう毛がね濃いって分かりますよね。こういうふうになっていきます。実際はこんな形で毛が重なってあって眉っていうのができていってるんですね。わかります？眉頭は下から上こんな感じ、そして上から下にこう重なっていく。今ちょっと手で描いてるんでね、申し訳ない、はい、手で描いていきますんでね、まあ、こういうふうにして眉っていうのはできていってます。なんとなしイメージわかりますね。でこの眉っぽい眉のこの形が整ってる人っていうのは、まあもう毛だけでですね、なんか眉のイメージはできるんだけど、
これがですね、トリミングできないままボーボーに生えてくるとどうなるかというと、この眉頭の上がこうポンポンとこう飛び出ていったり、で眉頭からここも出て飛び出たり、この上から下のこのラインが飛び出たり、こうなってくるんですね。それから眉山から眉尻の部分がですね、ちょっとこういらんところに毛が生えてきたり、こうなってるわけですよ。まあ、ちょっとボーボーになってこんな感じになります。まあ、こういうふうにして結構あのボーボーに生えてる人が、この処理をどうしていくかっていうことになるんですけど、今の毛の方向の流れの方向を意識していくと、肛門を当ててどこら辺をカットしていったらいいかってもちろん分かると思うんですけど、ここですよね。この部分とかこの部分とかこの部分この部分、そうですね。それからこの真ん中の重なってるここもですね、まあ、あの長さの調整とか毛量の調整をすることによって、まあ、なだらあのなんていうまんべんなく色がつくっていう感じです。ここだけ濃いっていう人もいてるんですね。だそういうふうに調整をするときにじゃあどうしていくかということになります。で、コームの当て方はこの眉頭の部分に関しては下から上に当てて、コームを下から上にキュッと当ててですね、ここの部分をカットしてあげますね。はい、ここの部分をカットします。ちょっと消しゴムで消してみます。で、フォームを当てると飛び出てるところがあるので、ここの部分をカットしてあげるだけで、まあ、消えていきます。普段どこの毛をどうトリミングしたりしたらいいか分かりにくいときは、まず最初にちょっと今日は赤ペンで描きますね。自分の理想とする眉をトリミングする前に描いてしまうんです。こうしてそれもちょっと濃いめに描きましょう。これでいいかなっていうのをしっかりと眉ペンを使って、これでもう左右きれいに綺麗な眉ができたなというのを、まあ、ある程度描くんですね。で、描いた後にこの飛び出てるところ、ここはもう、毛抜きで抜いてもいいところね。こういうところは毛抜きで抜いてもいいし、ハンデンカミソリで下の方は描きやすいんですよ。あのこう沿っていったらいいんです。ここの部分、こうですね。で、ここもハンデンカミソリ上から簡単にスーッと落とせると思います。眉尻の上あたりですね、こういうところも落とします。これだけで非常にすっきりとした眉がどんどんできていくと思います。まあ、こんな感じにトリミングしていくと消えていきます。で、あと残して周りを残しておくと、周りっていうかこのトリミングしたところをこうして、まあ、消しゴムで今消しましたけど、要は長さの調整をしてあげると、こういうところも眉が出来上がって綺麗な、まあ、眉。今これ赤で描いてますけどね、最初にトリミングをしていきたいところのデザインを描いておけば綺麗な眉が出来上がります。あともう一つですね、大事なのがこの重なってる部分をどうコームを入れるかというと、上から下に向けてコーム入れたらちょっと斜め45度にひねって、ひねってひねるとですね、あの上から下の眉と下から上の眉が重なってこう長いのが飛び出るんですね。で、その飛び出る部分をちょっとずつ調整してあげるっていうのも、やりやすいかなと思います。こういう肛門をね、使う時のちょうど重なってる眉のこの重なってるところですね、こういうところは上から僕らこうしてこう入れてキュッとこうひねるんですよ。キュッとこうひねって、ひねった時に出る毛の長さ、僕もあのそんな長ないんだけど、かなり飛び出てる毛がまんべんなく、あの毛はあの長さがあればいいんやけど、だんだんほっとくとですね、長い毛がピッと出ていますん でそれをですね、まあ、あのハサミで切っていくと、こういう感じでね。眉頭の上はここはこういう感じですくい上げていく。眉頭のこの毛の長さはこれすくい上げて飛び出てるところをちょっと調整する。まあ、そんな風にね、してあげたらいいかなと思います。はい、またお会いしましょう。